さあ始まりましたメガカスも食いしん坊散財埼玉編。前回は惜しくも負けてしまい、地域の美味しいものを食べに行けなかったんですけれども、今回は絶対に勝利し美味しいご飯食べに行きたいと思っております。メガカスのヤーマンです。こちらのことぶきプラス三好店さんなんですけれども、ほぼ毎月お邪魔しておりまして、埼玉県の前歩と言っても過言ではないと思っているんですけれども、このお店がサミー系、そしてパチンコだとエヴァ、レールガン、アマバカボン、この辺がもう甘いということはもう周知の事実。今回はちょっとね、視点を変えて、おすすめの機種以外でも熱いぞっていうところを、ね、見せたいなという勝手な願望、スロットの荒い機種で一勝負万枚狙いしたいなということで、本日取ったのが抽選番号15番、まあ、サミー系の北斗はもう前の人で埋まってました。取れなかったっていう理由もあるんですけれども、カラクリサーカス設置台数1台なんですけれども、北斗の並びで一緒に置いてあるんですよね。なので今回はカラクリサーカスをちょっと攻めていきたいなと思っております。ちなみに新材の時にプラス収支では終わったんですが、上位には入れてないという状況となっております。本日メガカス上位 AT 目指して頑張ります。そして最後には美味しいご飯を食べに行けるように頑張ります。本日も気合を込めたメガカス食べていきましょう。最終的に番号上がって11番、乙女もいい、乙女でもいいが川口探す。入金気がついたら何も起きずに2枚目、ちょっと怖くなってきました。ゲーム数からようやく来ました。2回連続引くだけでいいからね。2回連続ですよね。さあ1回目、早速優しくメガカスタム。何も引けないんだが、2万4000相手だぞ。ダメじゃん。さあおそらく天国77ゲーム2万7000円です。絶対決める。ここでリープ、レア役引く気持ちでいきます。おい、さすがにスルはないぞ。はい、何これ。天国も抜けて4枚目です。1回当たるまではいきます。調子ちょうど5万円です。据え置きだったら4スルーでここで当たるはずだと思っている。そして2500の天井も据え置きで足すと、もう多分もうちょっとなんですよ。ちょっと僕天井行ったことないんで分かんないんですけど、激闘ジャッジ3回のところ1回は確定するらしいです。これはリセットなのか。もうどっちにしろ決めたい。頼む、散らかすため。やったー、投資5万円です。俺の2500枚返してもらうぞ。2時間半で5万円なくなりました。さあ激闘ジャッジのストックはない。リセットしてるってこと。弱地 OK、 弱地でも乗る。さあ頼む、マジ頼む、緑だったらいける。はい OK、 石型石型はなし。俺の5万円
まだ分かんない。引けばいい、いいよ。レア役リープ3連地獄。さっきあのカラクリ打ちたくてしょうがなかったんで、ボートと突破。オッケー、ちょっと早かった。460、これもし抜けたら大移動考えてます。ラストチャンスだと思って頼む。おい頼むぞ。おい何も引けてねえぞ、一回も。なあ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 、一回も引けてないぞ。なんだなマジで、一回も声かけてないよ。7枚目、さすがにこれ天国抜けたらもう無理かもしれない。いやこれある、点滅したのにリプレイ。天国つないだよ。来た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 、レア役。お前の作戦もここまでだ。そうだよ、お前の作戦もここまでだ。ここから4000枚いや5000枚出せば、いや万枚出せば問題ないから、いきます。いや引いた、強地弱地。どうなってんのこれ。まだわかんない、戻せばいいだけ。よしいいよ。今日もたくさんの差し入れありがとうございます。もう昼飯は食えないなって、この動画今日3分で終わるんじゃないかなと思ったところでですね、生物をまたいただいてしまったので、これはもう皆さん生物はダメですからね。ダメなんですけど生物をいただいちゃったんで、あの食べます。うわーむっちゃうまそう。いただきます、いただきます。ちょっとみんなでメカカスファミリーでいただきます。柔らかくてすごい、むちゃくちゃ柔らかいんですよ。あの今日動画の尺が足りないんで乾杯お願いします。うめえ。もう何枚目か分かりません。ラストチャンス、よし絶対引く。メガカスタムー、ここ怖いよ。ベルどうし78000円。ジャック、オッケー、大事。もらった。これはあるだろう。よし、本日やっと一発目。8枚入れてやっと1回目いくよ。
いいんだよ、リプレイだけでいいんだよ、メガカスタム。なんでだ、降格中だったのに。おー、まだある。なんで、ありがてえ。さあここでレイヤク、レイヤクダビでリプレイいった。勝負、リプレイでいいんだよ、ギガカスタム。ゴッケイケてるー。78,000円使ってチャンスですか、恩返ししてください。100枚、オッケー、ここで引く、ジャック、いるよ。同じことを繰り返せばいいだけ、ギガカスタム、オッケー、オラー。あと1個、200ちょうだい、200。よーし、これ引いただろう。なあ、78,000入ってるぞ。これスイカだったらむちゃくちゃ熱いぞ。スイカだよ、3桁じゃねえ、300。やべ、あの興奮して今録画ボタン消しちゃったもん。まくる、俺まくるよ。スイカでいったぞ。よし、決めるぞ。これで決めます。気合を込めた、ギガカスタム。ない、これが YouTuber じゃい。頼もしいぜ。サンキュー。さあ残り500超えた、1000枚が確定。みんな俺やるよ、俺の78,000円、交換のこと考えたら4000枚じゃ足りない、いくぜ。さらにダンスね。やっと来ました、キョーチェリー。よし、さらに乗せていくぞ、全然足りないんだから。さあリプレイ、ギアカスタム。うわあ、終了。さあここまで来たぞみんな、これいつもと違う背景。さあみんな来た、今日これ成功すれば投資78,000円、まくる大チャンス。そんだけ投資してもむちゃくちゃ楽しいと思って打ってます。頼む上位1回でいいからやらせてくれ、力を貸してくれ、神様、仏様、視聴者様。赤文字、赤文字が出れば、ランド
あー、惜しい。これもいってんじゃない。黒文字どっち。いきます。気合を込めたギガカスタム。頼む。オッケー。やばい、体から力が抜けていく。これが脳汁ってやつか。まくるぞみんな。いっぱい引いてる。いくぜジョイラッシュ。目標4桁初めてです。おお、これが上位か。気持ちいい、楽しい。ほら、いや、こんなに少なくないだろ。いや、こんなに少なくないだろ。え、継続ないのこれ。え、こんなに少ないの。あの、いや、復活あるでしょこれ。マジで IAT と一緒なんだけど。え、これ海 AT の、これ100枚しかないの。え、これ4桁出るんじゃないの。ここの上乗せはオール3桁になるという噂なんで伸ばします。よーし、聞いたぞ。上乗せで3桁以上、楽しい。弱で100、聞いた。ここ降格中だよ。しかもどうなる。チャンスでリプレイ、ありがとう。行こう、行きます。ギガカスタム。最高です。やべえ、熱すぎるぜ。500、死ぬぞみんな。奇跡起きるぞ。あとまくりまで半分です。ちょっともうまくった気になってたもん今俺。半分じゃんまだ。まくりまであと半分。よーし、気持ちいい。うまい。3桁 OK。 さあ合計2544枚。最初500枚だったけどやれたと思う。もう一回やらせてください。いこう、まくるぞみんな。ちょうだい。黒、1ゲーム早い。気合込めたギガカスタム。まくらせてくれ。うわー、いや、まだわからん。いや、まだわからん。リプレイ、リプレイ、リプレイ。ありがとうございました。楽しかったです。さあレア役、完全に持ってきたんじゃないのこれ。まだ終わってねえぜ。ありがとう、行くぜ。
い。オッケー、危ねえ。逆。これなんか落ちただろう。まだある。しかもこれ降格中じゃない。終わってる。チャンス目。これで計測したのか。チャンス目。むちゃくちゃいい音したけど。やるよね。ある。もう一回引く気がかさる。オッケー。200ちょうだい。100。上乗せ、後乗せ。何から？40。絶妙。設定に以上。もう一回、もう一回だけお願い。延長、延長、延長出す。戻す。お願い。楽しすぎるんだが。終了、お疲れ様です。最近スロット欲が高まっていて、スロットの動画を見ていて、カラクリサーカスむちゃくちゃ面白そうだなと思って久々に打ったんですけど、むちゃくちゃ面白かった。あの荒い5号機の時代を思い出す、そんな展開でございました。パチンコでゆったりゆったり10枚入れるっていうよりも、叩いて俺の実力でなんとかやる、リプレイさえ引ければなんとかなる、上位ラッシュに入った瞬間のあれでもう頭クラクラして、とにかく500枚しか取らなかったけど楽しかった。本日の投資78,000円、奇跡の引き戻しのところから回収49,600円、約3万円負け。負けなんだけど勝ったぐらいの気持ちでいます。メガカスの動画はパチンコがかなりメインの動画が多かったんですけれども、これからねスロットの動画もどん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 上げていこうと思います。スロットとパチンコの動画半々ぐらいでいこうと思っておりますので、チャンネル登録と高評価してほしい機種などありましたら、コメントしていただけると嬉しいです。それではまた、バイバイ。